ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。思ったより種類が多いのね。どうしたんだ霊夢？なんか迷ってるのか？信長の野望神聖が面白かったから無双シリーズもやってみようかと思ったんだけど、無双シリーズだけでも色々種類があるのよね。最近ではゼルダ無双や北斗無双などコラボもあって面白いよな。ただ信長の野望から行くなら戦国無双がいいんじゃないか？やっぱりそう思う？評判が気になるんだけど詳しく教えてくれないかしら？そうなんだぜ。ということで今回は戦国無双について解説していくぜ。戦国無双は2004年2月11日に公営から、プレイステーション2などで発売されたんだ。一人で大軍をぶっ飛ばす爽快感が話題となり、ミリオンヒットを記録した、新三国無双シリーズの日本の戦国時代バージョンとも言える作品で、三国志の次は日本の戦国時代で無双をやってみたいと、本シリーズの登場を望む声もあり、初週売上約62万本、最終的な売上は100万本を超えてミリオンヒットを達成したんだぜ。人気シリーズをユーザーの声に応えて作った結果とはいえ、いきなりミリオンヒットはすごいわね。ところが新三国無双シリーズとは良くも悪くもかけ離れている仕様のため、多くのユーザーが困惑する問題作でもあったんだ。え、そうなの？まず無双シリーズ最大の売りである爽快感がないんだよな。単純で簡単かつ爽快感が売りだった三国シリーズと比較すると、格段に難易度が跳ね上がっているんだ。開発陣の話によると、お手軽に爽快感は三国であり、敵の攻撃をかいくぐり、テクニカルに攻撃プラス成長させて快感という差別化を図ったもので、その後もこの仕様は続けられることになるんだ。無双シリーズといえば一気当選で敵を豪快に吹き飛ばすイメージがあるから、差別化は理解できるけどちょっと寂しいわね。しかも一部の雑魚の凶悪さは異常なレベルで、ただでさえ難易度が上がっている本作に、ストレスと苛立ちというスパイスを添えており、多くのプレイヤーに強い不満を抱かせたんだ。無双シリーズでなければそこまで不満を持つこともなかったんだろうけど、正直この反応は当然だと思うわ。次に育成面の問題だな。今作では勲功を獲得することで階級、レベルが上がるんだ。勲功値はステージクリアごとに獲得でき、階級は最大で20まで上昇するんだが、普通にプレイしているとキャラクターがさほど特技を覚えず、能力も中途半端なうちに勲功値がマックスの99,999になり、それ以降は決して成長しない頭打ちの状況になるんだぜ。難易度も高い上に育成にも問題があるんじゃ、無双どころじゃないわね。しかもキャラをレベルアップさせるほどそれ以上に敵が強化されて、かえって攻略が難しくなってしまう仕様なんだから立ちが悪いんだ。具体的にはキャラの攻撃力を上げれば上げるほど敵へのダメージが少なくなるという、何か根本的に間違っている仕様なんだよな。なんでこんなことになったの？三国シリーズにおいてもプレイヤーキャラクターを強化すると、敵も微妙に強化されていたが本作は明らかに異常なレベルになってしまっているため、育成ゲームとしての側面も強い無双シリーズにあって、育てる方がかえって苦戦するという仕様に対する不満が続出したんだ。育てる意味がないもの、そりゃ不満も出るわよ。あとは無双奥義についての問題だな。本作の無双奥義は無双乱舞と違い、無敵状態にはならずに普通にダメージを受けるんだ。奥義中には、打ち死ににはならない、プラス常時スーパーアーマー、プラス非ダメージ軽減効果が、あるとはいえ仕掛けなどで大ダメージを受けると、逆にピンチになるパターンがあるんだぜ。新三国無双シリーズの必殺技である無双乱舞との、仕様の違いに戸惑うのは当然よね。他にも賛否が分かれる内容もあるな。まだシリーズ1作目ということもあり、使用可能なキャラクターは15人と少ないんだ。しかもその人選が変な方向に偏っていることから賛否が分かれたんだぜ。簡単に言うと真田幸村と織田信長の活躍を中心にしているのに、その時代の中間に位置する豊臣秀吉の活躍と、関ヶ原の戦いをスルーしているので、戦国時代の流れを知っているプレイヤーほど首をかしげることになるんだ。私は遊ぶ側で本当に良かったと思うわ。戦国無双2は2006年2月24日に、プレイステーション2などで発売されたんだ。評価が高い点としては過去最大の兵士わらわら感だな。それなのに処理落ちやステルスが前作から激減していて快適なんだ。2P プレイでは多少スローになるが基本的なプレイでは、処理落ちがほとんど見られなくなったんだ。前作がミリオンヒットとはいえ、ユーザーからの不満も多かっただけに、改善に力を入れているのが伝わってくるわね。次にアクション面の改善だな。前作のアクションは新三国無双シリーズから差別化には成功したものの、まともに集団戦をさせる気がないほどモーションや当たり判定の出来が悪く、プレイヤーがかなり弱かったんだ。本作ではそういった死に技などの当たり判定の強化や、衝撃波の追加などによってプレイヤーの性能が格段に向上したんだぜ。なかなかいい感じじゃない。もちろん問題点もあるぞ。ミニゲームのスゴロクがほとんど劣化いただきストリートで、スゴロクを入れるなら他の要素より充実して欲しかった、と言われたほどの出来なんだ。加えて戦国無双の人気キャラの一人お国の出現条件が、このスゴロククリアなので、嫌でもプレイしなくてはいけないために、余計にプレイヤーからの不満はあったんだ。たまにあるわよね。目的のためにやりたくもないミニゲームをやらされるケース。
次は雑魚戦の問題だな。前作より雑魚戦は大幅に爽快感が増したが、武将の超反応がひどいんだ。前作にも言えることだが、信長の奥義といったプレイヤーが当てにくい攻撃を、敵武将は平然と前段当ててくるんだぜ。これが死にゲーなら投資害があるとなるけど、残念ながら無双ゲーなのよね。賛否が分かれる部分としては一般兵の大幅な弱体化だな。前作でははっきり言って下手な敵武将よりも手の焼ける、一般兵も問題点の一つだったよな。そのため今作ではアルゴリズムやモーションなど大幅な弱体化を施されたんだ。これのどこが賛否が分かれるの？一般兵が無駄に強すぎるのも問題だが、だからといって単発攻撃しかできなくさせるのも、いささかやりすぎなんだよな。そのせいで手応えがなくなりすぎてしまったんだ。ちょうどいいバランス調整には至らなかったわけね。他にも無双武将のアクション調整で爽快感が大幅に改善された本作ではあるが、今度は味方の配送率の高さや味方本陣の襲撃イベントの多発など、自分が劣勢になりやすいことが多々あるんだ。ゲームバランスこそ改善されたが、かといって難易度が低いわけでもなく、むしろ本作の難易度を上げているのはこのような問題点であり、初見ではいつの間にか劣勢になりやすいんだぜ。無双シリーズもいろいろ問題を抱えているのね。しかしパターンやミッション等を覚え真っ先に撃破すべき敵武将と、後回しにすべき敵武将を見極めて、援護するべき味方や放置するべき味方を把握し、対策を立てればクリアは可能であり、そうしたことから覚えゲーに近いものがあるんだ。なるほど。そうしたことから、プレイヤースキル以上に戦略や攻略方法の方が重要視されており、そうしたゲーム性からアクションゲームでありながら、むしろよりシミュレーションゲームよりの味付けなのが今作の特徴なんだよな。私みたいに信長の野望から来た人にとっては、考える要素が多くて楽しめるかもしれないわね。戦国無双3は2009年12月3日に Wii で発売されたんだ。突然の家の遺跡ね。新三国無双5が従来のシステムを刷新して、誰でも簡単に無双できるゲームから、敵武将との駆け引きを楽しむ、アクション性の高いゲームに変わってしまったんだ。そのためゲーム性が合わない無双ファンの期待は、従来のシステムをベースとしている戦国無双3におのずと寄せられたんだぜ。戦国無双シリーズにとってはチャンスね。さらに本作は積極的にシステムなど、周りの情報を公開していったこともあり、本作に寄せる期待感に拍車をかけるところもあったんだ。ところが蓋を開けてみると、新三国無双5と同様に、新作新ハードなのに下方修正要素が目立ったんだ。しかも新三国無双5と同じくこれが分かったのは、発売近くになってからで、公式プレスリリースもなかったんだぜ。チャンスが一点ピンチじゃない。劣化解約要素はこれだけじゃないぞ。基本、フレームレートが 30fps のため、前作よりアクションがカクカクしているんだ。処理落ち対策ではないかという声もあり、実際に処理落ちはほぼ見られないが、前作の戦国無双2では 60fps 出ていることと、基本性能がプレイステーション2より向上している、Wii であることもありこの仕様に不満の声が吹き出したんだ。まあこれは怒られても仕方ないわよね。システム面にも問題を抱えているんだぜ。味方がガンガン配送するので、救援のため戦場を駆けずり回らなければならず、自由度が下がってしまったんだ。救護要求を出したかと思ったら直後に配送したり、援軍として登場したはずの武将が、登場後数十秒経つと苦戦し始めて救援を要求してくることも多々あるほどなんだ。これじゃ戦闘どころじゃないわね。他にも前作までの技能は武器防具の負荷要素となったが、この負荷と釘がランダム要素運要素が激しく収集が難しいんだ。今作では武器に付加されている技能によって、戦い方が大きく変わってくるため、いい技能がついた武器を収集することが極めて重要になったんだ。一応通常の武器より強力なレア武器はあるが、レア武器は技能の強化書き換えなどが一切不可能なんだよな。これもローグライクアクションとかならやりごたえにつながる要素だけど、戦国無双に運要素は求められていないわよね。極めつけはゲームに支障があるバグだな。例えば本田忠勝の伊賀越えや、島津の関ヶ原突破戦では、なんと対象の味方が移動しなくなることがあるんだ。ミッションの進行に関わってくるため事実上クリアが不可能となってしまうんだぜ。さすがにこれだけ劣化解約点が多いと、戦国無双への信用に関わってくるわね。戦国無双4は2014年3月20日にプレイステーション3とビータ、2014年9月4日にはプレイステーション4でも発売されたんだ。前作から4年ぶりの新作だけど、プレイステーション4と聞くと、一気に最近の話に感じるわね。その間に合併して光栄テクモになったが、シリーズ10周年記念作ということもあって気合は十分だったんだ。まずは過去最多の12人の武将とリストラ組の復帰だな。総数はシリーズ最多の55人となり、真田信之、大谷義継、松永久秀、早川殿、小早川高影、片倉小十郎、島津と吉佐、上杉景勝、小少将の9人が新登場したんだ。今まで登場していなかったのが不思議なほどの豪華メンバーね。戦国無双クロニクルセカンドからも、東堂高虎、井伊直虎、ヤグー宗則が、ナンバリングタイトルに初登場し、石川五右衛門、宮本武蔵、佐々木小次郎等は久々に復帰となったんだ。またアクションの強化も行われたんだぜ。
前作でもっさりを極めたヒットストップは軽減され、全体的な動作速度の向上により爽快感を取り戻したんだ。やっぱり無双シリーズには爽快感が必要だものね。埼玉五一や今川義元、北条氏康等は隙の多いモーションであるため、これまでは扱いにくかったが本作ではモーション性能自体の強化、攻撃速度の上昇や攻撃範囲が拡大されたことで、ある程度使いやすくなり、作品内で極端な弱キャラはいなくなったんだ。これまでのキャラによる優遇がなくなり、どのキャラでも遊びやすくなったのね。特に孫一の重アクションは相当派手になったため、誰こいつ、代替わりしたといったコメントで、いい意味で話題になったんだ。また今作から追加された新速アクションは性質上途中で横やりが入りにくく、これまで集団戦を苦手としていた武将も、立ち回りが大幅に楽になったんだぜ。それに無双奥義が、従来作のように連続攻撃で敵を攻撃した後、武将のカットが入り、締めに固有の必殺技を放つようになったのも話題になったんだ。広範囲を手軽に一掃でき爽快感がアップして、連続攻撃自体も使いやすくなっているんだ。なんだか無双シリーズらしくなってきたじゃない。無双奥義回伝も強化されているぞ。前作で非常に使いづらかった一部武将の回伝は、単発から多段ヒットに変更され、殲滅力が向上し、また発動タイミングも合わせやすくなり、切り札として使いやすくなったんだ。4作目にして戦国無双シリーズの形が出来上がってきた感じがするわね。本作から初めて導入された新システム武器錬金も好評だぞ。武器錬金とは武器を他の武将の武器に鍛え直すもので、武器に付加されている技能も、レベルはリセットされるが技能自体は全て保持されるんだ。例えば強力な武器を数多く持っている武器の中から、全く使用していないレベル1の武将に武器を分け与えるといったことが可能なんだ。お気に入りの武将に強い武器を持たせることができるのは嬉しいわ。他にもルローエンブはなかなかユニークだな。エディット武将を作成し各地方で戦闘を行って様々な武将と出会い、武将列伝を完成させるのがこのモードの目的なんだ。無双武将は倒す、救援するなどで有効度が上がっていき、高くすれば武将列伝に登録、パートナーとして操作可能となり、会話イベントが増えるなどの特典があるんだ。戦国武将好きにはたまらないモードね。豊富なエディットパーツも今作の魅力だな。戦国無双シリーズでは最多のエディットパーツが用意されているため、自由なカスタマイズが可能なんだ。新三国無双6エンパイアーズのものを踏襲しており、顎の長さや顔の幅、目と目の間隔、目の形、唇の厚さ、鼻の形や角度等が、いじれるため様々な顔を作ることが可能になったんだ。顔のカスタマイズが好きな人も納得の細かい設定が可能なのね。その通りだ。エラや眉の角度、など細かく調整できるというメリットがあるから、本気でこだわろうとすると手間がかかるが、その分個性的なアバターが作成可能なんだぜ。戦国時代がベースのゲームであるためさすがに衣装は洋風のものは少ないが、エディットの自由度に関してはファンの期待を上回る出来だと言われているんだ。なるほど、指揮システムが復活したのも大きかったな。指揮システム自体はクロニクルシリーズで復活していたが、同システムがナンバリングタイトルで復活したことは注目すべき点なんだ。指揮の概念があるのとないのとでは雲泥の差があり、指揮がなかった前作では、仲間の敗走に何度も煮え湯を飲まされたプレイヤーは多かったから、待望の復活だったんだぜ。こうやって見ていくと戦国無双シリーズが、いかに紆余曲折を経ているのかがよくわかるわよね。それと快適なプレイが可能なのも喜ばれたよな。プレイステーション3や、初期プレイステーション4の無双シリーズの中では、最も快適なプレイができると断言していい出来なんだ。大量の敵を派手な攻撃で一掃するというコンセプトの無双シリーズでは、敵が密集する場所では処理落ちを起こすことが頻繁に見られ、また数の表示限界を迎えてしまい、敵が内部敵にはいるのにもかかわらず消滅し、画面内に表示される敵を片付けたタイミングで消えていた敵が、湧き出すように見えるステルスと呼ばれる現象も多かったんだ。ところが今作では処理落ちやステルスがほとんどないんだぜ。さすが10周年記念作品なだけのことはあるわね。もちろん今作も賛否が分かれた部分はあるんだぞ。まずは新武将についてだな。本作ではこれまで武将が少なかった地方にも、登場することが発売前から明言されていたんだ。これにより、最上、佐竹、足利、浮田、尼子、三好、鍋島、雄三寺等の、まだ無双武将が誰もいない、有名な大名家からも登場が期待されていたんだが、本作ではこれらの大名家から無双武将が新登場することはなかったんだ。最初に紹介した新武将の豪華な面々でさえ、戦国無双シリーズでは初登場だったし、武将枠に入るのはまさに戦国時代並みに難しいでしょうね。やっぱり戦国時代は人気があるからな。前作からのブランクが長かったことも自分の推し武将が、枠から漏れたことへの落胆を大きくさせてしまったんだ。次回作となるとまた数年待たされることになるものね。これは武将切り替えシステムを導入したことの弊害でもあるんだよな。エディット武将と実在の武将が組むクロニクルシリーズでは、当時無双武将が一人だけだった、毛利の将と教祖壁の将も問題なく遊べたんだ。だが本作の無双演武ではエディット武将は創作可能なため、無双武将が一人しかいない既存勢力の強化が最優先になってしまったんだ。なるほど、そういう事情があったのね。モーションやアクションへの不満を上げる声も多いな。シリーズ10周年ということもあって、そろそろ武器モーションが、一新されると期待されていたがベースは変わっていないんだ。
特に初代からの武将に関しては10年前からほとんど変わらないアクションを使い続けなければならないことに不満を感じる者も多かったんだぜ。10年間もアクションが変わらないのはちょっと異常よね。新三国無双はモーションが一新された5がベースであり、性能が底上げされているのに対し、本作は未だにプレイステーション2や Wii がベースのモーションを使い回しているため、なおさら不満点として挙げられやすいんだ。さらに今作の一番の問題は難易度なんだよな。また高難易度だったの？その逆で簡単すぎたんだ。難易度は優しい、普通、難しい、地獄の4つから選択可能なんだが、地獄が言うほど地獄ではなく肩透かしを食らったプレイヤーは多いんだ。理由は敵の攻撃頻度が他の難易度とさほど変わらず、敵武将も、無双奥義を使ってくることがないことや神速アクションの、使い勝手の良さもあってシステムが分かれば被弾することも、かなり少ないからなんだ。相変わらず難易度調整には苦戦してるわけね。戦国無双5は、2021年6月24日にプレイステーション4や、スイッチなどで発売されたんだ。前作から7年ぶりとはまた間が空いたものね。今作の特徴は信長の生涯にフォーカスしたストーリーだな。今作は初代とスピンオフ作の真田丸を踏襲して、織田信長の一生をテーマにしたストーリーが展開されるんだ。織田家当主の座をめぐる争いから、山崎の戦いまでに起きた合戦を、織田信長と明智光秀の二人を中心に辿っていく話なんだぜ。なんだか大河ドラマを連想させる展開ね。戦国無双シリーズでは恒例となっている、大河ドラマとのコラボが、本作でも行われており、2020年の大河ドラマ、麒麟が来るとコラボしているんだが、信長と光秀のダブル主人公になった点についてはインタビューによると、本当にたまたまであり、戦国無双5のプロジェクト自体は、麒麟が来るより前から動いていたそうだ。てっきり大河に合わせたと思ってたけど本当に偶然なのね。今作の評価が高い点としては、全体的にモーションが現代的になり、洗練された爽快感を味わえることだな。前作までの戦国無双は、同年代の新三国無双シリーズや、版権コラボ無双に比べてモーションがプレイステーション2時代の面影が強かった。だが今作では、モーションスピードや攻撃範囲、敵に攻撃を当てた際のまとまり具合など、遊び心地が全体的に現代化したんだ。ここまで本当に時間がかかったわね。とにかくバッサバッサと打ち倒す爽快感は強まったが、その分精緻なプレイングは、低難易度ではほとんど求められないゲーム性にもなったんだ。これは狙いとするユーザーボリューム層に合わせた仕様であるとも言えるから、ある意味仕方ないんだぜ。あちらを立てればこちらが立たぬ、とは、まさにこういうことを言うのね。今作の賛否が分かれた点で言えば、やっぱり作品のコンセプトだよな。キャラゲーである無双において、愛着のあるキャラをリストラはリブートするという、急な舵取りは当然賛否を呼んだんだぜ。人気2トップと言える、石田三成も真田幸村も存在しないというのは、かなり尖った方向性だったんだ。シリーズも5作目ともなると思い切ったことをやっていかないと、マンネリが怖い時期だものね。それに偏った武将の人選も賛否を呼んだんだぜ。信長光秀を主人公とした織田家中心絵巻という観点から見ても、武将の人選は甚だ謎な部分が多いことが批判されやすいんだ。そうなの？まず織田家を描くにあたってこいつはいてもおかしくないと、発売前にファンから目されていた新武将はほとんど登場しなかったんだ。総じて織田家を主人公とした他ゲームや創作物に比べて、とにかく敵の描写がしょぼいに尽きるんだよな。信長の一生はあまたの強大な敵しがらみとの戦いであり、特に武田や本願寺は、日本一の勢力になった後も負け戦が少なくないんだ。確かにそう聞くと、織田信長という人物の魅力を描けているとは言えないわね。戦国ファンなら知る通り、敵の魅力を前面に押し出さずして信長の人生の魅力も、語れないのだが、これを忍者活劇と光秀との関係性を中心に済まそうと、してしまったストーリーラインが最大の問題なんだぜ。今までのシリーズに深く入れ込んでいたキャラファンにとっては、好きなキャラがリストラをキャラチェンしていて親しみが持てず、真田丸のように硬派なドラマで歴史物を描くだろうと考えていた戦国ファンにとっては、信長主役作品として外してはいけないところを外しすぎて期待外れ、という誰にとっても煮え切らない作風が今作の明確な失敗だったんだ。ただでさえ戦国時代の人気は高いだけに、外した時の批判も大きくなるわけね。その通りだ。時代をきっちり縛って一時代を濃厚に書こうというコンセプトは、これまでの無双ナンバリング随一の硬派さなのだが、根本的なキャラ造形や脚本のセンスがいいとは言えないんだ。コンセプトそのものは一見史実に基づいた硬派なものだが、肝心の歴史的事実に対して何を残して何を変えるかという点が雑になっていて、アレンジの仕方について、要所で首をかしげざるを得ない点が多数見受けられるんだぜ。遊ぶ側は好きなように言えるけど、作る側としてはいろんな制約の中で、作品としてまとめ上げなければいけないわけだし、戦国無双というゲームは開発者泣かせのゲームと言えるのかもしれないわね。ということで今回は戦国無双について解説してきたがどうだったか？三国志の次は日本の戦国時代で無双をやってみたいという、ユーザーからの声に応え一作目からミリオンスタートとなった、戦国無双シリーズだけど、武将の人選と史実とのバランスに苦しみ、5ではリストラキャラ続出で賛否を呼ぶことになったことがよくわかったわ。逆に言えばそれだけユーザーからの期待が高いとも言えるし、
ゲームとしてもまだ伸びる余地が残されていると思うから、今後の戦国無双シリーズに期待したいな。みんなも戦国無双に対する意見や思い出があれば、コメント欄で教えてくれよな。それじゃ次の動画で、またねー。